かりと横は NG、 こうね、横はこれ入ってないでしょ。こんにちは、 NG ボックス始まるよ。本業が忙しくてなかなか八重も行けないので、家の中で撮れる動画を撮ろうかな。そうこうしてる間にいろいろ新しいライターもゲットしました。こちらはダイソーの多目的バーナー。ガスボンベ充填式で充填可能で330円、今一番のお気に入りです。それとこちらが何て言ったっけ、アクティブバーナー、本蔵さんからもらったステッカーをつけてますが、これ外ではなくて同じ名前メーカーですが、新富士バーナー、まあいわゆる外、アクティブトーチか。こいつも充填式。これは使い切りなんだけど、ワークマンで売ってるターボライター、なんかネジ外せれば充電できそうだな。こちらは一番使ってる、すごい音、セリアのハッピーターボミニ。実はこれも使い捨てなんですけど、よいしょ、ここを外してお尻を割るとこれガス充電ができます。で、意外に私の動画を見てると、このガスの充電だとか、そういうハウトゥーをよく皆さん見てくれているので、今日は初心に戻って、ガスライターのチャージの仕方をお届けします。これも100均で売っている、ダイソーって書いてあるね、ガスライター専用ガスボンベ。使う前に振っときます。やっぱりガスなので液体になってるもんですから、しっかりと振っておきます。あとこれは使ったり使わなかったり、口が合う合わないがあるけど、どれからいこうかな。じゃあこいつからいこうか。よいしょ、こっちも振っときます。ポイントはただ一つ、見えるかな、今ここまで液体がガスが入ってます。斜めに入れたり下から入れたりしないで、純粋にギュッと垂直に入れます。ギュッ、見にくいけどどんどん入ってます。入りました。これで OK で、入れた後は温度が下がってるので、すごい冷たくなってます。
すぐつかない時もあるので5分ぐらい経ってからでいいんだけど、まあ、これはすぐつくかな。こんな感じでチャージしていきましょう。これ取れねえんだよな。垂直に。斜めに入れたりするとこう吹き出しちゃう、液がね。もう一回言います。斜めに入れると吹き出しちゃうので危ない。もっと地震が来ている。参考になりました？次回もよろしく。